日本北海道上川郡下川町パンケ半径は北海道上川郡下川町の地名。郵便番号は098-1215。北海道上川地方、下川町の南部に位置する。主に農地、山林として利用されている。東は、京は、市の橋、南は、市別市朝日町岩尾内、朝日町とあり、南西は、 市別市朝日町中央、西は、名寄市風連町、上る、風連町池の上、北は、西町、南町、三の橋に接する。パンケ地区、桑の沢地区からなり、工区としてのパンケ工区を含む。パンケ地区は植民区画の上、名寄23線に直行する南三号以南の地区で、古くは、パンケぬか南五領地と呼ばれた。 1903年に入植が始まり、同年に古作農場の谷井農場も設置された。谷井農場は1920年より始まった小作葬儀を経て開放された。桑野沢地区は美馬牛川沿いの低地で、1905年にゴミ温泉が発見され、1907年より開拓が始まった。現在は全地区が農林地帯として発展している。なお、 旧下川鉱山地区は、ペンケ川上流にあたるが、1983年の旧山で無重となり地名改正の時点で、半径に加えられた。このため、北海道道354号の起点の地名と、路線名が一致しないこととなった。地内を流れるパンケ川に由来する。ありがとうございます。